ヘクター・ネリスは、ドミニカ共和国産、クリストバル州産クリストバル出身のプロ野球選手。宇藤右内。現在は、MLB のフィラデルフィアフィリーズに所属している。愛称は、コンパエヌ。2010年4月29日にフィラデルフィアフィリーズと契約。ルーキー級、ドミニカンサマーリーグフィリーズで16試合に登板し、1勝1敗、5セーブ、防御率3.24だった。 2011年は A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズと A 級、レイクウッド・ブルークローズでプレー。A 級では19試合に登板し、2勝1敗、防御率3.86だった。2012年は A 級クリアウォーター・スレッシャーズで50試合に登板し、4勝2敗6セーブ、防御率3.55だった。2013年は、 AQ レディングフィリーズで46試合に登板し、6勝4敗、防御率4.55だった。2014年は、AQ レディングとトリプル AQ、リーハイバレーアイアンピックスでプレー。8月3日にフィリーズとメジャー契約を結び、8月5日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。同点の延長15回表に登板し、1回を無安打無失点に抑え、 直後の15回裏にフィリーズがサヨナラ勝ちしたためメジャー初勝利を挙げた。8月6日にトリプル A 級へ降格した。同年メジャーで投げたのはこの試合だけであった。2015年は一定の登板機会を与えられ、最終的には32試合に登板。防御率3.792勝2敗を記録した。40.1イニングで8被弾する球の軽さも見られたが、 収穫としては41奪三振を記録し、奪三振率9.1を記録した点が挙げられる。2016年は、ブルペンの中心格として、フル回転し、リーグ3位イの79試合に登板、防御率2.584勝4敗にセーブホイップ1.11という好成績を残した。また、特筆すべきなのは三振脱出能力の高さで、 80.1イニングで102、三振を記録、脱三振率は11.4まで向上した。このように、トップレベルのリリーフ投手として、大ブレイクした。2017年開幕前の2月8日に第4回、ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に、選出された。レギュラーシーズンでは2年連続70試合となる74試合に、登板。 ジーンマー・ゴメスの不振に伴いシーズン途中からは、クローザーを任され、4勝5敗26セーブ、防御率3.01と結果を残した。スリークォーターから、最速97.1マイルパワー、平均94マイルパワーの2種類の速球と、決め球である平均87マイルパワーの、スプリッターの蒸気3球種を、主に使用し、その他に、 平均87マイルパーアワーのスライダーも使う。武器であるスプリッターなどで脱三振を量産するピッチングスタイル。メジャー通算の対左打者及び対右打者のヒボパがほぼ同じで、左打者を苦手としていない。ありがとうございます。